明日は飯塚被告の第2回公判、私も東京地裁に傍聴に行きます。アトム法律事務所とみんなのユニオンの代表岡野武史が語る今日のテーマは、弁護士の武史です。これまで10年以上刑事事件を数多く取り扱ってきました。今日はその経験に基づいて明日の飯塚被告の刑事裁判の傍聴について分かりやすく話していきます。このチャンネルではテレビでは知れない事件の裏側と法律の豆知識が同時に手に入ります。チャンネル登録がまだの方、ぜひチャンネル登録しておいてください。日本の刑事裁判は原則として誰でも傍聴することができます。日本国憲法82条、裁判の再審及び判決は公開法廷でこれを行う。ここでいう公開法廷とは、誰もが自由に出入りして見学することができる法廷という意味です。そのため裁判の途中であっても傍聴人は自由に席を立ち、法廷を出たり入ったりすることができる。日本の裁判というのはそういうオープンな場所で行われています。なぜこのような裁判のルールになったのか。それは裁判を非公開にして密室で行うと、裁判の内容に国民の監視の目が行き届かず、その結果暴走する裁判官が出てきた苦い歴史があるからです。会社都合で解雇、雇い止め、不当解雇に納得がいかない人は岡野武史が代表のみんなのユニオンに無料相談。はい、ということでのりちゃん、はい、明日俺東京地裁行ってくるわ。武史さん、裁判の傍聴ってどうやったらいけるんですか？明日の飯塚被告の裁判、午前10時から東京地方裁判所の104号法廷で行われるんやけども、その前に先立って9時から傍聴券が配られるのね。で、明日の裁判すごくね、人がたくさん来るから傍聴券入手できるのは抽選に当たった人だけになるんやけど、その抽選が9時から行われる。だから9時前までに、できたら8時45分ぐらいに東京地方裁判所の正面玄関の前の敷地があるんやけども、そこに行ったら抽選の列ができてるから、そこに並んで抽選をして当たったら傍聴券がもらえるっていうような感じになってる。裁判の傍聴の時にやってはいけないことっていうのはあるんですか？基本的に法廷の中に入って、で傍聴席っていうのがあるからそこに座ってメモ取ることはいいんやけれども、それ以外のことはしたらダメ。何か大声で騒ぐっていうのもダメだし、スマホでね、例えば証人尋問を録音したりとか、その動画撮ったりとか写真撮ったりもダメだし、聞いたことを覚えたいときはちゃんとね、鉛筆でメモを取る。あとトイレとかは自由に出入りしていいので、証人尋問ちょっとね時間かかって長引いて途中でねトイレ行きたくなった場合は、普通に立ち上がって外に出てトイレ行ってまた戻ってくるみたいな感じで大丈夫。日本国憲法ではね、裁判の公開っていうのが保障されてるけれども、歴史見たらやっぱ裁判って密室で行われて、でよくわからない判決が出ることって本当にたくさんあったのね。裁判がね傍聴できるっていうのは人類の長い歴史で見たら本当ここ最近のことで、しっかりとね裁判の内容に対して国民が監視の目を行き届かせるっていうのはすごく意味のあることやから、興味がある人はぜひ明日ね8時45分ぐらいに東京地裁行って抽選やってみるっていうのはいいかなと思う。飯塚被告の第2回公判は12月3日午前10時から東京地方裁判所の104号法廷で行われます。争点は証人尋問で語られる事故目撃者の証言の内容です。